静かなる防衛、ご視聴ありがとうございます。今日は出雲型護衛艦の次を考える、どんな護衛艦が必要なのか話していきます。出雲型護衛艦、加賀護衛艦、2つは空母化が決定しており、来年出雲の改修が行われます。それにより F-35B ストブル戦闘機が艦載される改修になります。そこで F-35B を活用した次の機体、いや次の護衛艦を考えていきます。一応私はワスプ強襲揚陸艦、ルドゴール空母、この2つでを考えてみます。あと2隻出雲型を作ればいいんですが、それの少し上という考えで考えていきます。ワスプ揚陸艦は F-35B だけでなく上陸部隊も機能もあります。シャルル・ド・ゴールは空母ですね、小さい空母、アメリカの原子力空母を小さくした感じです。長さが262メートル、ワスプは257メートル、そう大差はないんですが、やはり滑走路は直線的なのか、それとも原子力空母のように温暖化形をしているかです。高さを合わせるとこっちが短い、出雲や加賀は こちら側のように全通甲板になっています。シャルル・ド・ゴールは米空母と同じような形をしています。どちらもメリットはあるんですが、日本の離島など島国ですから、
ワスプ級みたいな強襲揚陸艦が必要になってくるかなと思います。シャルル・ド・ゴールはインド洋で出雲と合同訓練を行っていますが、やはり なかなかかっこいいというか機能的でもあり、一隻あれば それはそれで重宝すると考えられます。機能的にも、まあ、空母ですから空を主に考えた仕様になると思います。強襲揚陸艦は上陸部隊と空の両方から考えて構成されます。やはり日本にはワスプ級みたいなウェルドックを備えた強襲揚陸艦が必要かなと思われます。今現在輸送艦がありますが、出雲と輸送艦を合わせた感じの作りになるのではないでしょうか。ワスプ はかなり広くできていますので、F35B が展開しやすくなってくると思います。まあですね、2つ1機が飛べばすぐにもう1機も飛べるような甲板を作ればいいと次の護衛艦はそんな風に作ってみるとまた違った機能性が出てくるでしょう。日本には今現在離島奪還を目的とした部隊も備わり、より防衛力に磨きがかかっています。佐世保に水陸機動団が結成され日々訓練しています。やはり中国の動向がわからない今、尖閣周辺の海域は
非常に重要となってきます。今後5年で自衛隊の運用もガラリと変わってくるでしょう。防衛力強化という位置づけではすごい5年となってくるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。